レース多摩川、今節は便利で安心でお得、使えば使うほど自分仕様になっていくインターネットバンク自分銀行をタイトルにしての最初の開催、その初日のメインカード12レースが始まっています。バックの待機行動123、そして456と枠なりです。メンバーは1号艇が山崎智也、2号艇山本浩二、3号艇湯川浩二に、4号艇若林翔、5号艇三島誠司、そして6号艇岩崎雅也、以上の6選手です。さあホームへ、自分銀行のロゴが入ったボート続々と移ってまいります。陰線には1番の山崎智也、今日は6レース道中の3番トラス抜け出しに成功としておりました。そして2コースに2番の山本浩二です。3コースに進入していくのは3番の湯川浩二、ボートを交換しての2走目、ここも展示トップタイムです。残り3艇ダッシュをつけていきまして、4コース角1、4番の若林翔、1走目は陰線颯爽と逃げ切りがありました。あと2人で5コースに5番の三島誠司、サイアート6コースです。6番の岩崎雅也、岩崎今日は8レース道中2番手根比べといった競り合いものにしておりました。以上第12レース自分銀行選抜戦、6選手が争います。123、そして456の進入、切られたスタート、山崎これは苦しい体勢で始まりました。2番の山本浩二がコーナー先取り、3番湯川がまくり差しバックへ抜けますが入りきれない、そして2番の山本にアクシデントが発生しておりまして、山崎もここに絡む格好となっています。なおスタートは正常でした。さあ先頭は5番三島、これを追って6番岩崎と4番若林の接戦、あとは3番湯川が最後方となっています。ホーム側へと各選手が折り返してまいりました。さあこの先には先ほどアクシデントが発生しました1マークということになりますが、ここを各選手がクリアしていくことになります。さあその事故艇レスキュー艇近辺、各選手がただいまクリアに入っていきます。そして山崎も今2周目に入っていきました。さあこれで体勢の方が出揃いました。先頭から5番の三島、4番若林、6番岩崎の順となりまして、後方が3番1番です。各選手2周2マークを立ち上がってきたところです。これより最終周回に入っていきます。さあこのレースですが、2番の山本は失格に散っております。残った各選手が周回を重ねておりますが、バック側へと抜けていきます。その各メンバー体勢に変動はありません、そのままとなっています。上位の体勢は5番4番6番の順となっています。まさかの山崎痛恨のスタート体勢から始まった1周1マークですが、山本もまくりに行ったところをバランスを崩しアクシデント、そんな内の方を切り込んでいきました。5番の三島がトップに立っております。後輩との組み合わせです。先頭から5番三島、4番若林、6番岩崎で合輪です。あとは3番。最後に1番が合輪です。以上第12レース自分銀行選抜戦、このレース2番山本は失格です。